皆さんこんにちは、バイオリニストの調べまさこです。今日もベルギー留学中の演奏動画をお届けしようと思います。前回ね、卒業試験の演奏動画を載せたと思うんですけれども、そこから約2週間後ぐらいかなは、室内楽試験のシーズンに入りまして、私は最後の時は4組かな組ませていただいてたので、ちょっとバタバタだったんですけれども、そんなわけでね、室内楽試験の像がありますので、ここからは4回演奏動画室内楽試験の様子になります。でまず最初に結構大きめな編成 の、 室内楽を声かけてやらせてもらいました。すごく珍しい編成で、カルテット と、フルート2本クラリネット2本と歌とピアノがつくっていうね、すごく大きな編成での室内楽だったんですけれども、もちろんね、全員私以外、まあ、私以外っていう言い方おかしい、まあ、外国人で英語でのやり取りだったりしたんですけれども、すごく本当にいい人たちで、いい人たちというか、まあ、友達なんですけど、楽しくレッスンも練習もしました。で曲目はラヴェル作曲のステファヌ・マラルメの3つの詩という曲で、私もこの曲全然知らなかったんですけれども、まあ、やっぱりラヴェルのね、こういう、まあ、卒業試験で弾いただけあって、ラヴェルのこの雰囲気っていうのはすごく好きなんですよ。でやっぱり歌とかがね相まって、すごく素敵な雰囲気の曲なので、多分ご存知のない方も多いと思いますけれども、ぜひよかったら聴いてみてください。それではどうぞ。Thank you.
間後っていう感じで結構大変だったんですけれども、でも本当にこんなにね、いろんな外国の方とちゃんとコミュニケーションをとってレッスンを受けてやることを勉強できることが本当にやっぱり留学ならではので、最初はねやっぱりコロナでこういう大きな編成の室内学は禁止されてたんですよ。でこの本当に2年目になってできるようになって、プラスでも1年目はやっぱりコロナのこともあってオンラインとかになってみんな学校に行ってなかったから、友達がねできないんですよ。その内部生みたいなのがいるから、内部生同士はできれば、こういう外国人はやっぱり友達知り合いにまずなれなくて、でも2年目でやっとねオーケストラの授業とかが再開してみんなに知ってもらえるようになって、だから本当にこの最後ギリギリ2年目の後期の時にめちゃくちゃいろんな人に声かけて誘ってもらって、こういうね編成のものもできるようになったので、本当に最後ギリギリに、まあ、間に合ってよかったなって思ってます。というわけでもうしばらくね室内学試験の演奏が続きますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。